生まれ生きてゆくのかと、小さな命が叫んでる。なぜこの自分に生まれたのか、問い続ける葛藤の中、本当の心の自由を感じていたくて目を閉じる。まだ見ぬ世界が存在する。あなたを待つ人たちがいる。日の当たる道ではなく、日陰の日々があなたを強くするから、信じて必ず、もしあの頃に戻れたら、伝えたいことがある。不安ばかりの時に飲み込まれそうでも、そのまま歩んでほしい。大丈夫だ、しく思える日が来るから。絶望と希望の狭間で、孤独だからこそ見えてくる。悩み抜いた時に気づけたこと、ここにある命の尊さ。立ち止まることもあるけど、誰かの声があなたを受け止めるから、いつか必ず、もしあの頃に戻れたら、伝えたいことがある。不安ばかりの時に飲み込まれそうでも、そのまま歩んでほしい。大丈夫だから、そして今の自分が報われ輝く日が来るから。